ジェイスセンターはアメリカ合衆国カリフォルニア州サンフランシスコのミッションウェイにある多目的アリーナ。ゴールデンステートウォーリアーズは1971年以来オークランドアラメダカウンティコロシアムアリーナを本拠を構えていた。しかし施設の老朽化によりオラクルパークの近辺に新アリーナを建設。アリーナ近くにはカリフォルニア大学サンフランシスコ校があり。 最寄り駅の UCSF、ミッション米駅がある。2019年9月に完成。ネーミングライツは JP モルガン・チェイスが取得。19から20シーズンからウォリアーズの新本拠地として使用されている。コケラ落とし公演はメタリカとサンフランシスコ交響楽団とのオーケストラコンサートが行われた。コンタクトアス。 chasecenter.com2018 年7月5日閲覧 f u t u r e w, w, w、n b、a r r i o r s a r e n a to b e n a m e d c h a s e c e n t e r nba-media-ventures l l c h t t p w w w n b a c o m 2 0 1 6ニュース0 1 2 8 w a r r i o r s a r e n a n a m i n g r i g h t s a p i n d e x h t m l ls イコールイヤーフボップツ2016年1月29日閲覧。ディニーン JK、ウォリアーズアレーナツービーネームドチェースセンターバンクバイズネーミングライズ。サンフランシスコクロニクル2016年1月29日閲覧。チェースニールチェースセンターサンフランシスコエスニューホームフォーバスケットボール www.chase.com 2016年1月29日閲覧、ありがとうございます。